小玉源太郎、日露戦争のために新たに編成された満州軍総参謀長を務め、療養海戦、坂海戦、国交大海戦、宝天海戦などで総司令の大山巌元帥補佐、ロシアとの講和を促進するために樺太や満州で攻勢作戦を取ることを主張し、国家方針として認めさせた田中義一、満州軍参謀として小玉源太郎を支えた山本権兵衛、日露戦争が終結するまで海軍大臣として君臨し、日露戦争開戦直前に東郷平八郎を連合艦隊司令長官に任命した。日露戦争ではウラジオストク艦艇ついで陸軍との共同作戦により旅順のロシア太平洋艦隊を全滅させた。寺内正武、第一次桂内閣で陸軍大臣となり日露戦争の勝利に貢献した。明石元次郎、日露戦争で諜報活動に従事した。日露戦争中ロシア国内の政情不安を画策してロシアの継戦を困難にした。明石の活動がロシア革命の成功につながり、後にレーニンが日本の明石大佐には本当に感謝している、感謝状を出したいほどであると語ったとされている。